はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずライトダンジョンを突破したところですね、アジトキューブにたどり着いて、まあ、そこから探索を進めていくというところですけれども、まあ、ちょっとライトダンジョン内もう少し見てみたら、まあ、戦艦の強化剤があったんで、回復強化剤が持ち込まれたことにより回復装置を強化できるようになりましたと。エネルギー強化剤本当はこれやってからキングジョーと戦えばよかったっていう感じっすね。イエーイ。今さら鍛えてどうなるもんでもないけど、まあとりあえずアジトキューブにじゃあ進んでいきますか。まあメンバーはこの前と一緒ですね。なんかすげえな、牢屋みたいなとこだな。ずいぶん薄気味悪いところだな。何かの研究施設のようだ。不気味な研究施設。これなんか行けんの？お、行ける。こちらからは通れないようだ。あれがショートカットか。あれ、こっちは？これはいけんの？なんだ？メスや手術道具のものようなものが放置されている。メスとか通るの？このモビルスーツとかに。そこが謎だな。仮面ライダーとかだと。おお、ダダじゃねえか、これは。264。だってこいつら3人でさ、あのライドダンジョンの超巨大なやつらと同じくらいの経験値を持ってんだよおかしくねえか。あれ、焦げ臭さと薬品の匂いが鼻をつく。鼻とかあんの？モビルスーツとか匂い嗅ぎ分けられんのかな。キャー。あ、なんだ今の叫び声は。メビウスたちは叫び声のする部屋を覗いた。人体実験か。ベッドに体を縛り付けられた怪人が今まさに改造手術を受けているとこだった。あれ、いけないこっちはいけないんだ。特に中に入れるわけではない。何、ダダの回避率が上がった。ネガティブ。お、みんなネガティブかよ。でもまあそれほど脅威ではないな。お、なんだなんだなんだこれは。ん？なんだこりゃ。どうした？何かべっとりしたものを踏んだ。鳥持ちみたいだぜ。いけるのか？あ、大丈夫。罠じゃないようだ。大丈夫なのか本当に。てかこっちは進んでるのか？いまいちわからない自分の進んでる。おお、なんか出てきたー。猫闇か。いいって上手。うわ、めっちゃかわされてる。てかアレックスが死ぬぞこのままだと。ヒールで回復させなくては。こうめっちゃ食らうな。ウルトラマンももう3ターン経ったか。危ねえ、攻撃をかわした。しなやかな尻尾。マップが埋まってなかった。どっちでもないけどこっちもあるか。わ、なんだ今度は風が吹いてる。ヒュー。突然強烈な冷気が吹き荒れ、周囲の気温が急激に低下し始めた。あ、ウェザードーパントまだいたんだお前。ウェザードーパント、おいおい、どうなってんだ？倒したはずだぞ。驚きましたか？ははは。さて、私からはこれぐらいにしておきましょう。あなたたちには我々の科学力の恐ろしさをたっぷりと味わってもらいたいのでね。ははは。なんだなんだなんだ。よくわからん。う、やつは不死身か？ち、やつは倒したんじゃないのか？どうなってやがる？怪奇、蘇る、ドーパント。ちょっと行ってないところ行こう。床には鎖や足かせのようなものが散乱している。それで終わり？それで終わりだな。何もなさそうだ。いけ、不意打ちかよ。痛い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 。うわー、マジかよ、スタンスター。これちょっと逃げよう。危ねえ危ねえ。マジきついな。
が進む道か。でこっちか。あ、なんか培養液みたいなのがあんな今度は。このパターンか。うおー、やばいやばいやばい、ウルトラマンが。お、ダダ手に入れた。回復させとこう、念のため。お、特になんかあるわけではないな。ここはこれだけか。何なんだここの部屋は。このパターンはね、めんどくさすぎるマジで。バルカン使おう。おーら、お、バルカンだとダダも1回で倒せるな。これが効率がいい。光る水、またこれか。いけない、一周するだけか。また新しいのが出てきた。ベムスター、バルカンでダダは倒せるから。倒せなかった、スタンしたよ。しかもうおー、ネガティブスタン。よし、立ち直った。ポジティブに行こう、ポジティブに。みんなネガティブ。やばい、ウルトラマンがそろそろあれじゃないか。やっぱりな、357か。結構持ってるな。あれ、あんたは仮面ライダー2号、無事だったのか。ああ、なんとかな、彼に助けられた。間に合ったようだな。早すぎる。なんだこいつは。ん、お前は何者だ。俺は仮面ライダースカル1号と2号を救出するために単独で調査をしている。仮面ライダースカル？いや、おやっさん、お前は仮面ライダーダブルか。ふ、相変わらず半人前だな。なんだ、知り合いか。おやっさんは俺の師匠だ。だがおやっさん、なぜだ。あんたは死んだはずだ。さあな、俺にもよくわからない。だが現にこの世界でこうして生きている。それで答えは十分だろう。おやっさん、そんなことよりお前たちに頼みがある。2号はなんとか助けることができた。しかし1号はまだだ。改造、再改造手術が始まる前に救出しなければ。おやっさん、俺たちも助けに行くぜ。そうか、助かる。スカル、もう時間がない。1号が囚われている場所へ急ごう。よし、ダブル、俺たちは先行して目的地で待っているぞ。位置はマップで確認するんだ。なんで一緒に行かないんだ。理由がわからん。あいつらが先行できるんだったらこいつらも一緒のタイミングで行けるだろう。あいつらは敵に遭遇しない能力を持ってるのかな。羨ましいぜ。バルカンでな、ダダが倒れてくれれば。あー、倒せない。さっきなんかクリティカルかなんか出たのか。ダダもね、意外とね、鬱陶しいからな。ネガティブ。マジこのネガティブが。まあただネガティブは戦闘が終わればそれで終わりなんで、これどっちも道があるな。こっち行くか。うおー、また分かんねえのが出てきた。ベロクロン攻撃するか。うわー、スタンした。最近なんかスタンする攻撃を持ってるな、みんな。スタン耐性。うお、ちょっと待って、やっぱもう一個の道を行こう。このまま行くと多分イベントが進んじゃうんで。うおー、またなんか出てきたよこれ。カマキリ男。ビームサーベルとかどうなんだろうな。うわー、パニックか今度は。いいで、強い。
やばいやばいやばい。おお、攻撃してくれた。ニューガンダムレベルアップ。じゃあこっちは何がある？何にもない。結局何にも、あ、間違えた。結局何にもなかった。騙された。そう思うとやっぱニューガンダムの攻撃力弱いよな。さてとりあえずイベントが始まる前に回復させとこう。敵出るかな。おお、来たか。待っていたぞ。待ってるんだったらさ、一緒に行けよ。ご苦労だったな。この先は楽に行かせてやろう。うおー、なんだ、偽物かー。はめられた。メビウスたちは気を失ってしまった。おお、ここはなんだ。しかも4人がかりで気を失ったのか。おい、ここはどこだ？てか、お前も一緒か、そういえば。ち、どうなってやがる？俺にもよくわからないが、どうやらこの部屋に飛ばされてしまった。え、2号は本物？おかしい、スカルさんがいない。はっはっは、ここだよ。どこだ？見ろ、モニターだ。こうも簡単に行くとは思わなかったよ。はっはっはっは、ウェザードーパント。驚いたかな？だが、その実態は。ふはっはっは、ダミーディ。ダミードーパントか。おやっさん、ウェザードーパント、どっちもお前がなりすましていたのか。その通り、私は何にでもなれる。ダミーメモリーの力は偉大なのだ。クソ、おやっさんの名を汚しやがって。さあ、種明かしが済んだところで本題に入ろうかな。いっぱい出てきたな。あ、イカデビルだ。ヒーロー諸君、我が研究所にようこそ。ヤプール、よくたどり着けたな。褒めてやる。イカデビル、ヤプール。さて、まずはこれを見せよう。ああ、仮面ライダーじゃないか。仮面ライダー1号は本来ショッカー怪人として生まれ変わるのだ。怪盗処理が終わり次第、直ちに再改造手術を開始する。あれ、ウルトラマンがいる。次はこれを見てもらうぞ。貴様らの仲間、ウルトラ戦士たちだ。戦士たちって一人しかいないんだけど、今こいつらの体を徹底的に調べ上げているところだ。それが済んだらいよいよ処刑を執行する。なんてことを。こやつらを助けたいか。助けたいだろ。ノー、嘘をつけ。助けたいのだろ。ノー、別にいらない。助けたくなんかないぞ。これ意味あんの、この選択肢。ならば貴様らにチャンスをやろう。助けたくないって言ったじゃん。我々の用意する怪人、超人を倒し、たどり着いてみせよ。研究成果の能力を試したいのだ。科学者として当然の欲求だろう。初めからそう言えよ。これは罠だ。従う必要はない。いや、俺従う必要はないって言ったよ。黙れ。貴様らに選択権があると思うな。選択肢をくれたじゃん、さっき。なんなの、こいつら。イカデビル、実験を始めるのだ。うむ。では最初の実験と参ろう。これはなんだ？蜂に女、出番だ。ふふふ。我が名は読めない。貴様らの抹殺を仰せつかっている。まずは貴様らに我が研究の恐ろしさを味わってもらおう。これまでお前たちヒーローどもに敗れた怪人の長所だけを集め一つにした。なんかもうそれだけでダメっぽいな。おお、もしやあれを出すというのか。我が鳥獣にも劣らぬあの怪人を。なんなの、この茶番は。ヤプールよ、我々は高みの剣術と決め込もう。そう、その名をゲバコンドル。さあ覚悟しろ、ヒーローども。え、2人で来んのか。どうするかな。じゃあとりあえずまあメビウスパンチを打って、なんか味方全体の回避率を上昇させます。これちょっと使おう、ダミーバルーンで。こいつはどうしようかな。アーベックスパンチでいいか。サイクロンブローで。あいたー、早いこいつ。蜂だけあってさすがだな。おー、いて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 て、感染かよ。くらえ。ダミバルーン。
こんな全然ダミーにもならないと思ったけど、もう全く違うじゃん。いってアレックスパンチ、ミスかよ、よりによって。メディウムビンガーってなんてプレッシャーかー。まあウルトラマンは攻撃できるときに攻撃しとこう。ヒールレインを打ってキュアをかけて、今回は完全にあれだな、回復だな。見て、うわやばい、まずはこの8女を倒そう。一体倒せればな、だいぶ違うんだけどな。なんだで、ここで、アシストアン、いやアシストセラビーにしよう。防御力を上げよう。うわ早い、8女早い。おお、なんだなんで今、あ斬撃1回回避みたいなのをつけてたからか。めっちゃ役立ったな。こいつはちょっと回復させよう、というか蘇らせよう。うおで、アシスト桃太郎、いやアシストアンクにしよう。ヒールレインで、パンチしてヒール。こいつよりは早く動けるからな。 OK、 物理攻撃力、まあ、パンチ系かそうすると。で、メビウスもパンチがいけるだろう。ハイパーバズーカ、まあ、関節攻撃か、どう考えてもそうだよな。で、パンチしてこいつはヒールで回復させよう。オッケー、感染した。弱っ、ゲバコンドルが弱かった、やけに。しかも2つとも手に入れたし。己だが次は必ず倒す。次とかあんの？待て、むむむ、ゲバコンドルを倒すとは良いではないか、イカデビル。そう簡単に終わってもらっては興ざめだ。今度は私が楽しませてもらうぞ、はっはっは。8女目、逃げ足の速いやつだ。よし、みんなこの先俺が露払いを引き受けようじゃないか。ただじゃ捕まらないぜ。大まかな地図は頭に入ってる。十字架のあるエリアへ抜ける出口をマップに表示しておいた。一緒にそこへ向かおう。目的地が表示されました。はあ、一号を返せ。っていうかさ、そのまま一旦アジトに帰ればいいんじゃね。もうちょっとみんなピンチなんだけど、一回帰ろう。おお、レベルアップ。よし、ちょっとニューガンダム外そうっと。ニューガンダムを外してウィングゼロを入れよう。あれ、セラビーのやつがお前ら探しとったぜ。えらい慌てようやったな。うんうん、慌ててた。ゲートポートにいるみたいだよ。なんじゃ。とりあえずパーティーは、ウルトラマンメビウスのウィングゼロに、仮面ライダーは誰だ、 RX でダブルと。でブラック RX って85しかねえのか。じゃあウィングガンダムゼロだな、やっぱり。リフレクタービット装備させて、こいつにヒールレインをつけよう。でウィングゼロはとりあえずフォースを適当につけるか。ニューガンダム斬撃1回無効、これもつけよう。こんなもんかな。じゃあまたちょっと進んでいくか。ゲートポートにセラビーがいるって言ってたな。一体どうなっている。突然新しいゲートが現れたんです。それがアジトキューブとも異なる全く別のキューブにつながっているらしい。お前たちちょっと見てきてくれないか。メニューのランダムキューブから行くことができる。頼んだぞ。お、ランダムキューブか。これはレベル上げになるな多分。ランダムキューブチュートリアル、まあ入るたび変わるっていうところだよな。クリアすればするほど難しくなる。ああ、そういうことなんだ。
なるほど、ここでランダムキューブが解禁されるのね。まあいっか、とりあえずランダムキューブは、アジトキューブに行くか。中継地点1、これそのまま進むのか、なんかめんどくせえな。もうちょっと先行けばもしかしたら中継地点2とかあったかもしれないのに。まあいいや、行ってないところを行くか。そうするとカマキリ男は、おーいいね、斬撃向こういいね。お、カマキリ男手に入れた。猫闇がまだだな。そうするとこっちなんかあるのかな。あ今さらカシャコン、スモークグレネード、これ多分敵から絶対逃げられるってやつだな。まあいざとなった時に使うか。またこのパターンか。いいね、強い、レベルもアップ。ん、これはこっちはこっちでまた部屋がある。壊れた実験道具、こっち宝箱ゾーンだったんだね。全然取ってなかった。ここは宝箱はないか。ただこれでもうだいぶマップは埋まったな、ここまでの。ベニスター意外にちょっと可愛いな。すぐ死んでったけど、やっぱりダブルはレギュラーメンバーだけあってレベルの上がりが早いな。まあ多分これ固定メンバーでやっていくともう少し楽なんだ。これ結局鳥持ち何だったんだ何にもなかったな。こうやって進んでいけば結構早くいけるぞ。おお、猫闇みたい。こいつがな、二人じゃ倒せないんだよな、猫闇。でもいきなりあそこでワープさせられたからな。歩いていかなければいけないのか。うわ、ここで捕まったからここからスタートか。わー、ダダがいっぱいいる。ダダちょっと違くねダダ A、 ダダ B とかあんのかな。カメラのレンズって、どっちから行くんだ。そうするとここはあんまり、このダダは一緒だな。え、マジかよ。おい、マジか、これやばくねえか。おお、スタンパニック、危ねえ危ねえ。あれ、強烈な復讐が鼻をつく。ここは犠牲になった怪人の墓場らしい。墓場って言っても何にもねえじゃん墓場ではないな、完全にただの死体置き場じゃねえの。あ、ベムスターも強え。回復をさせるか。ヒール2はまだか。おお、宝箱ゲット、万能キット。万能キットも重要だからな。キュアなんとかをいっぱい持ち歩いてるとアイテム欄が圧迫されるんで。なんだこれ、またメスだかなんだか。おお、ダダがいっぱいいる。ほら、真ん中のダダと、このダダとこのダダ違うよね絶対。このダダは2種類か。俺にはダダの見分けはつかん。まあとりあえず攻撃するか。うん、スタン
うわー、願ってもう3メガデブから立ち直った。めんどくせえな、このネガティブ。もうちょっと早く進んでほしいな。ダダそのものは弱い。これで440持ってんのか。美味しいな。こっちに行ける。お、そろそろつながりそうだな。ここでショートカットだったのか。猫ヤミーはな、3人がかりだからきつい。お、手に入れたチップ、ベクロクローンみたいな。ん、ここからつながるのか、こっちに。あー、つながった。なるほど。おお、またダダがいっぱい。これはもうどんどん倒してこう。おお、倒せるのと倒せないのがいる。でももうあと攻撃1回ずつでいけるはずだ。効率よくいかないとね。効率よく。で、こっちかな。そうすると宝箱、よーし。バックウェポンシステム、マジか。リガズイじゃねえか。リガズイ以外に装備できるのか。バックウェポンシステム、防御力が上がるな。あと感染と混乱、なるほどね。プロペラントタンク内蔵、どうしようかな。攻撃力が下がるしな。防御力は上がるけど、なんかちょっといまいちだな。まあ強化をするか。そうすると、2ターンで倒せればだいぶ楽だな。ちょっとヒールレイン、あれヒールレインなかったっけ。誰だっけヒールレイン。ウルトラマンだっけ。はこいつだった。あれ、いけなくね。こっちか。こっちに道があったのか。ない。あれ、どうやって行くんだマジで。え、もしやこれあそこから戻るの。ちょっとめんどくせえな。まだ向こうの方に行ってない道が1個あったんで、多分あっちから行くんだな。この右の方だな多分。そうすると、やられたな。ちょっと一回戻るか。そうすると、おお、レベルアップ。はい、というところで、じゃあちょっと次回またアジトキューブこの続きからやっていこうと思うので、今回はこれで終了します。